ありがとうございます。すごく助かります。私からはどの食材をお出しすれば。違うよ、緑のかぼちゃはもういいの。皆さんおはようございます。ただいまのアイラトーン、時刻は2022年11月24日木曜日の午前8時20分です。今日は朝9時から夜の12時まで秋の収穫を祝うサンクスギビングのパーティーを開催します。広場では一流のシェフによる美味しいお料理が振る舞われる予定です。皆さんもぜひご参加くださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今日はあれか、サンクスギビングデーですね。おー、いるじゃねえか、フランクリンやっけ。マミーさん、あら、イナさんだ。ふん、世間話でも人の目の前で。今日は天気も良くてまさしくお散歩日和ですね、だ。ふん、あんたはこの島の人かい。俺はフランクリンってもんさ。たぬき開発から注文を受けて料理を作りに来てるんだよ。なんてったって今日は秋の収穫をみんなでお祝いするサンクスギビングデーだからね。ただ開始時刻までまだ時間があるんだよな。申し訳ないけど適当に時間を潰してからまた来てくれ。はい、ってことで適当に時間を潰していきます。ほい、ってことで時間を潰していきました。時間を潰してきました。さてさて、始まってる。おー、みんな集まっとるね。なんかスムージー持っとる。ん、あんたはこの島の人かい。俺はフランクリンってもんさ。たぬき開発から注文を受けて料理を作りに来てるんだよ。なんてったって今日は秋の収穫をみんなでお祝いするサンクスギビングデーだからね。だけど残念なことに料理はまだできてないんだよな。作っとけよ、時間潰してる間に。とりあえず手元にある材料を使ってクラムチャウダーでもこしらえようかと思ってるんだけど、せっかく収穫用お祭りなんだからやっぱこの島の食材も使ってみんなが喜ぶ料理にしたいよな。取れたてのアサリが3つぼかしあれば美味しいクラムチャウダーが作れるんだが、さてどうしたものか。アサリ、アサリ、アサリって砂浜にあるやつやっけ。ちょいと待ってね。え、合っとるかな。ん、もし私スコップ持ってないですか。あった。はあ、アサリを掘り出した。あっさり取れたな。さてさてさ、これを3つね。この辺物いっぱい置いとるけんさ。あ、あれかな、他のものしまってしまわんようにスコップで埋めた方がいいか。なんかそこもう一匹おらんかった。気のせいかな。ないね。さあ、あと一つ。お、そこか。はい、オッケー。とりあえず最初の一品は、あっという間に完成しそう。ただ、だんだん難しくなってくるけんな。ね。はい、どうぞ。ハンナちゃん格好かわいいね。みんな料理を待ってるだろうから、早いとこクラムチャウダーをこしらえなきゃな。取れたてのアサリが3つぼかしあれば十分なんだが、さてどうしたものか。俺がここを動くわけにもいかないし、どうすれば必要な食材を手に入れられるかな。動かず食材を手に入れるなんて。そんなことできるわけねえだろう。もう素直に、取ってきてって言えよ。え、もしかして食材を持ってきてくれたの。はい。おー、ギリギリやったね。ギリギリやったんやね、持ち物欄。おー、この島で採れたアサリかな。どれも質が良さそうだし、これなら間違いなくうまいクラムチャウダーが作れるよ。よーし、これで材料も揃ったことだし、クッキングスタート。美味しそう。キラッキラした目で見てるよ。かわいい。あの帽子は必須なの。
いやあ、あんたのおかげでうまそうなクラムチャウダーができたよ。生きの良さそうなアサリを使ったからスープとはいえ満足できる一品になったんじゃないかな。クラムチャウダー美味しいよね。そうだ、協力してくれたお礼にこのサンクスギビングなラグを受け取ってもらいたいな。ありがとう。それにしてもあんたなかなかの目利きだね。どうだろう、次はパンプキンパイを作ろうと思ってるんだけど、引き続きアシスタントとして食材を調達する手伝いをお願いしちゃってもいいかな。いいけどパンプキン持ってないっすよ。本当に？いやー助かるよ。力を合わせて島のみんなに美味しい思いさせてやろうぜ。力を合わせて。それじゃあパンプキンパイを作るための食材だけど、欲しいのはオレンジのかぼちゃとそれから緑のかぼちゃなんだ。それを使って島のみんなに最高のパンプキンパイを作ってやろうよ。食材は誰かにもらったものでもいいから、見つからなくて困った時にはいろんな人に声をかけてみてくれ。そういうことか。そうかそうか、もらえるんだな。一個ずつでいいよね。あれ、君とお話しするのは久しぶりだっけ。じゃあ昨日僕がいっぱいおしぼりしてたのは夢の中の君だったのか。です。ねえ、パンプキン持ってない？わーい、お待ちかねのお料理だよ。あったかいうちに食べなくっちゃ。です。もしかして外にいる子たちからもらえない？アイナ、久しぶりだな。こうやって話すのはいつぶりだ？お前の姿はたまに見かけた気もするが、意外と話さないもんだな。別に用がなくたっていつでも声かけてくれていいんだぜ。てかてかてか、ふぅ、たまんないぜこの匂い。こいつは味も一級品だなってか。触れそうな感じがしないよね。やっぱ家の中におる子たちからかな。アイラホヤ。何、料理やってんの？今日はサンクスギビングデーってことで、体調管理も兼ねて家で料理をしてるんだ。筋肉に持ってこい食材で最強メニューを考えたから出来上がりが楽しみだぞ。でも料理に使うスズキが思ってたより足りなくなってさ。交換か。もしお前が余分にゲットできたならオイラの持ってる食材とトレードしてくれると嬉しいぞの心。スズキね、オッケー、一匹でいいよね。これあれよね、トレードしてくれる食材が目的の食材とは限らん感じよね。つらい。いや、目的の食材なんかな。さすがにそうであってくれないと難しいんだが。スズキはデカめの魚影よね。カッペイさんの船の影だった。これかな、スズキ。ぽくないぽくない。スズキなんかいっぱい取れるんだから自分で釣りに行けよ。はい、来たー。スズキを釣り上げた。スズキじゃなくてスズキなのね。まあ言葉で言ってもわからんけど。言葉で言ったらね、両方同じイントネーションよね。はい、釣ってきたよー。さあどうぞ。オイラの考えた最強メニューの完成にはやっぱスズキがどうしても必要なんだよな、の心。これをどうぞ。はい、いいのか。サンキューアイナ。それじゃあ早速オイラの緑のかぼちゃとトレードしてくれ。おー助かる。あとはオレンジか。おかげで助かったよ。オンに切るぞ。これでオイラの料理もバッチリだ。お礼と言っちゃなんだけど、プラスすると料理が最高にうまくなるコツを大サービスで教えてやるよ。そっか、隠し味も教えてくれるんやっけ。ほら、クラムチャウダーってさ、アサリを入れるのが定番だけど、他の貝を入れるのもいいらしいんだ。そうだな、バターで炒めてもうまくて、アサリよりももっと大きめの貝だとさらにパワーアップするぞ、な心。もうクラムチャウダーは作ったんだよ。さーて、あとはオレンジだ。でもさ、うちの島の住人結構外に出とんよね。え、待って待って、とりあえずちょっといらんもの、あ、これ覚えとったか。覚えとったか。そうかそうか。え、待って、ちょいと置いていこう。よし。さあ、君は何が必要だい、ビアンカ。あら、イナさん、ちょっと久しぶりじゃない？タイミング合わないと話す機会もこんなに減っちゃうものなのね。素敵ね。
アイナさん、いらっしゃい。せっかくのサンクスギビングデーだし、私もたまには料理に挑戦してみようと思ってるの。ところでもな、相談なんだけど、うおーっと鈴木ね、オッケー。ごめんなさいね、作り方を調べたら材料のところに鈴木って書いてあったのよ。もし持ってたら私の用意した別の食材と交換してあげるわ。よろしくね、素敵ね。よしよし。いや、鈴木はね、狙おうと思って狙って釣れる魚やけん、全然オッケー。なんか難しい魚とかやったらね、あれやけど。ちょ、後で拾うね。後で拾いますね、それは。おるかなー、いない。こっちにはどうだ、大きめの魚影、大きめ、あ、これか、きっとこれ。来い。あー、ちょっと方向が違うかな。待って、はい、ちょ、埴輪のかけらも今度拾うね。来い来い。タイミングダメやった今。ちょっと早かったんかな。普通に行けたと思ったよ。あれはウツボか。じゃあ、鈴木。鈴木。いねえな。もう絶対あれやったよね。クソ、一発で行けたと思ったのにまた。いねえな。ここさ、通れるときと通れんときあるんよね。どういうことなん。マジどういうことなん。鈴木。まず、鍵がないんですよね。まず、いないんだな。全然魚影自体ないよね。てか、まだトンボ飛びよんやね。そろそろもうおらんかなと思ったけど。これは違う魚だな。全然追い払っとっていいやつ。さあ、いてくれ。いや、全くいないね。みじんもいないね。鈴木ー。てか、こんなに魚影がないことある？一応、これはどうやろ、これいけるかな。若干太いような気がするけど、見る方向が違うけんかな。あっとる？ああ、よかった。あっとった、あっとった、鈴木。よし。さあ、行こう。たまにさ、なんか、ヒラメだか、カレイだか、あの辺のことがあるけんね。大きいやつ釣ったら。あ、そうよ、交換してもらうんよね。直接行きよった、フランクリンとも。さあ、オレンジのパンプキンをください。何回調べても料理の材料のところには鈴木って書いてあるのよ。そりゃレシピは変わらんよ。お願い、もし鈴木を持ってたら私にちょうだい。うちにある食材と交換するから。素敵ね。交換しましょう。はい、鈴木どうぞ。そうそう、これよこれ。助かったわ、さすがエナさんね。それじゃあ私からオレンジのかぼちゃをあげるわ。ありがとう、助かる。ありがとう、交換成立ね。これで料理もはかどるわ。俺、料理の作り方を調べた時、一緒に書いてあった料理を美味しくする秘密教えてあげる。パンプキンパイって食感風味を考えると、いろんな種類を入れるといいらしいの。濃厚で甘みがあってホクホクした食感で色鮮やかに仕上げるなら4種類のかぼちゃを使うといいらしいわ。素敵ね。4種類ね。まあ、でも、多分前回、前回どうやった？完璧に仕上げたっけ？とりあえず最低限でいいかな。
次に作る料理はたっぷりのかぼちゃを使ったパンプキンパイだよ。必要な食材はオレンジのかぼちゃとそれから緑のかぼちゃだな。これは料理の下準備をしてるから、守備よく食材が手に入ったらここに持ってきてくれ。持ってきたよ。おお、ありがとう。早速見せてもらえるかな。どうぞ。はい、いいね。こんなに質のいい食材なら料理のしがいがあるってもんだよ。よーし、これで材料も揃ったことだし、クッキングスタート。イエーイ、できたー、パンプキンパイ。私はパンプキンは無理だけど。どう、美味しそう。ハナちゃんめっちゃ拍手しよる。しっかり身の詰まったかぼちゃを使ったおかげで味の濃いパンプキンパイができたよ。俺の料理のでももちろんだけど、あんたの野菜の巻き気も大したもんだと思ったよ。それじゃあ協力してくれたお礼に、このサンクスギビングな壁を受け取ってくれ。どうも。よし、それじゃあ次の料理だけど、具材をたっぷり使った食べ応えのあるグラタンを作るよ。必要な食材は丸いキノコとそれからムール貝なんだ。手に入ったら持ってきてくれ。うんうん、丸いキノコ、キノコってもう落ちてなかったんやっけ。落ちてというか生えてなかったっけ。もうもしかして、いやでもキノコ生えとるね。ってことは丸いキノコもまだその辺に生えとるんじゃないかな。丸いキノコ、丸いキノコ、この辺丸くないよね。丸いキノコ、丸いキノコ掘りたい。丸いキノコ、丸いキノコ、プレゼント落とすだけ落としとくか。も持ってなかったっけ私。いや持ってる持ってる。この辺どっか、あ、この辺りに飛んできてくれたら、あそこでも行けるか。はい、オッケー。とりあえずそこに置いておいて、今ちょっとなるべく荷物を増やしたくないので。でもキノコ、丸いキノコ、絶対一個はあるよねどっかに。これ丸いキノコじゃない？違うかな。丸いキノコ、よし。じゃああと、ちょ、誰かムール貝くれ。ムール貝をくれ。愛のさん、今日は待ちに待ったサンクスギビングデーですね。私もずっと料理を作りたくって、うずうずしていました。張り切って作っちゃいますよ。それにしてもちょうどよかったです。実はお料理で使うアジがなくて困っていまして、もし分けていただけるなら別の食材と交換しますのでよろしくお願いします。タフン、あれかな、ちゃんと私の手元にない食材を判断してくれるってことなんかな。これどう、さっき同じぐらいかな。一応ちょっと釣ってみよう。さあ来い。アジじゃない？やった、アジ来たよ。さて味はいかほどか。よし、マミーさんやっとだ。意外と格闘したぜ。はい、どうぞ。アジがないと全然お料理が進められません。ああ、アジさえあれば。これをどうぞ。アジ、ありがとうございます。すごく助かります。私からはどの食材をお出しすれば。違うよ。緑のかぼちゃはもういいの。やっぱあれか、ちゃんと判断して渡してくれるわけじゃないのか。いや、いらないです。はい。私なりに研究してきたお料理をさらに美味しくする食材について。ムニエルって白身のお魚なら大体何でも美味しいんですけど、イシダイみたいな高級で珍しいお魚も一緒に盛り合わせると、お料理のグレードが一気に上がりますよ、タフン。そりゃ高級だからグレード上がるだろうな。
え、マジでさ。え え、マジでさ。なんだ、え、他誰かいます？もうみんな外出とんやないですよね。え、これ繰り返しいける感じ？お、まだなんか悩んでるぞ。おっしゃ、イメージは完璧だぞ。あとはこれをどう料理していくか、オイラの勘とひらめきの勝負だ。でも料理に使うわかめ、わかめね。なあ、わかめ持ってないか？の心。もし持ってたら最強メニューのためにオイラに食材とトレードしてほしいんだ。いいよいいよ、ムール貝をちょうだい。わかめわかめ、どうぞ。いいのか？サンキューアイナ。それじゃあ早速。なあ、違うんだって。黄色いかぼちゃじゃないんだって。おかげで助かったよ。オンに切るぞ。これでオイラの料理もバッチリだ。お礼と言っちゃなんだけど、フラストレート料理が最高にうまくなることを大サービスで教えてやるよ。オイラグラタンが大好きなんだけどさ、特にダンジネスクラブ、カニのことかが入ってるとすげえテンション上がるんだよな。普段のグラタンより味が濃いっていうか、とにかく最高にうまいんだ。オイラのお墨付きだぞ、の心。そうですか。マジ、あのピンポイントでくれるか、あのくれる食材を何種類かから選べるようにしてくれ。今日はサンクスギビングデーだから、ファンのみんなのために手料理を振る舞ってあげてるの。あげてるの、あげるので、アイラちゃんからカレーの香り。あ、ごめんね、実はちょうどそれがあったらいいのにって思ってたところだったから。ねえねえ、もしよかったらそのカレーを与えの持ってる食材とトレードしない？いいよいいよ、どうぞ。お、サンキュー、マジ助かるよ。それじゃあ与えからはこれ。やった、ありがとう、さすがモニカ。さすがだわ、助かる。もう一つお礼にいいことを教えてあげる。モニカのとっておきお料理テクニックだよ。どの魚でも美味しくなる料理といえばムニエルなんだけど。うん、さっき聞いたんだそれ。知ってるけど、まずイシダイをさ、そうそう捕まえれないからさ、高級魚だよ、高級魚。え、イシダイあれよね、なんか売ったら5000ベルぐらいするやつやろ。なんか釣れるときはね、ひょひょって釣れたりするんやけど、でもそれでもたまたまやけんね。はい、とりあえずやっと揃ったよ。はい、次に作る料理は食べ応えのある食材を使ったフランクリンオリジナルのグラタンだよ。必要な食材は丸いキノコと、それからムール貝だな。俺は料理の下準備をしてるから、守備よく食材が手に入ったらここに持ってきてくれ。持ってきた、やっとの思いで持ってきた。おー、ありがとう。早速見せてもらえるかな。丸いキノコと、あ、ムール貝、どうぞ。いいね、こんなに質のいい食材なら料理のしがいがあるってもんだよ。よーし、これで材料も揃ったことだし、クッキングスタート。イエーイ、できた、3品目。あと1個か。イエーイ。うんうん、食べ応え抜群の具材がたっぷり入ったグラタン、これならみんなに喜んでもらえそうだ。あんたと俺のコンビもすっかり板についてきたな。それじゃあ協力してくれたお礼に、このサンクスギビングの床を受け取ってくれ。どうも。よし、それじゃあいよいよ最後の一品だ。メインディッシュとも言える料理を作るぞ。ちなみに最後の一品は魚料理、ムニエルだ。俺はサンクスギビングデーだからってターキーを食おうとする奴らの気が知れないよ。まあね、仲間やもんな。それはさておき、必要な食材としてスズキと小麦粉をお願いするよ。そいつでターキーの何万倍も美味しいムニエルを作ってみせるから、最後までよろしくな。スズキね、スズキはもう持ってなかったんよね。なるほど。とりあえずちょっとハロウィンのランタン、スタンド、よし、スズキを釣りに行こう。スズキー、よしよしよし。じゃあ、あとは小麦粉やね。いい
のか？サンキューアイナ。それじゃあ早速、あ、やったー、ありがとう。もう間ほ神。神。おかげで助かったよ。オンに切れそう。これでオイラの料理もバッチリだ。お礼と言っちゃなんだけど、プラスすると料理が最高にうまくなることを大サービスで教えてやるよ。ほら、クラムチャウダー、クラムチャウダーはもう作ったんだ。バターで炒めてもうまくてアサリよりももっと大きめの貝って何？バターで炒めてもうまいの時点で私にはアサリしか。ハマグリとかそういうことかな。さあさあこれで全て完成するぜ。最後に作る料理は生きのいい魚を贅沢に使ったムニエルだよ。必要な食材はスズキとそれから小麦粉だな。俺は料理の下準備をしてるから守備よく食材が手に入ったらここに持ってきてくれ。持ってきた。おお、ありがとう。早速見せてもらえるかな。スズキと小麦粉どうぞ。いいね、こんなに質のいい食材なら料理のしがいがあるってもんだよ。よーし、これで材料も揃ったことだし、クッキングスタート。私が隠れてる帽子で。おいしそう。いや、この中で一番おいしそうムニエル。いいね、パイ以外なら食べれる。うんうん、立派な魚を使ったムニエル、まさにメインにふさわしい品になったな。あんたが持ってくる食材はほんといい仕事してるよな。俺も調理してて気分が良かったよ。いやー、予定していた全ての料理が無事に完成したよ。これも全部あんたのおかげだ。手伝ってくれたことへの心からの感謝と実り豊かな収穫へのお祝いとしてこの北条の角を受け取ってくれ。北条、北条の角。北条って言ったらね、あの愛媛にある地名になってしまう。それからこいつも君にプレゼントだ。めっちゃ写真撮りよりやん。そいつは今日作った料理の作り方がまとめて載ってるレシピ集さ。おお、そんなのくれるんや。明日から同じものがお店で販売されるけど、材料集めに協力してくれた君には一足先に教えてあげるよ。ありがとう。スマホのアプリに追加されてるはずだから後でチェックしてみてくれ。重ねてお礼を言わせてもらうけど、お祭りが成功したのはあんたのおかげだ。本当に感謝してるよ。あとはサンクスギビングのパーティーを思う存分楽しんでくれよな。そうそう、あんたのおかげで完成したこの4品の料理のことなんだけど、シェフの勘ってやつかな。俺のレシピにない食材を加えることでもっと美味しくできる気がするんだよ。無理とは言わないからさ、もしあんたに興味があるなら何か使えそうな食材を持ってきてよ。料理がもっと美味しくなったらまたお礼をさせてもらうからさ。前回全部揃ってね、やってもらったんよね。さあこれで戻るのが遅い。はい、これで今日作ったクラムチャウダー、パンプキンパイ、グラタン、ヒラメのムニエル、やったね。レシピゲットんで、たぬきマイレージプラス。で、なんだ？お、これか。料理レシピを増やそう。肩書き、料理上手なコック、ゲット。よし。以上かな？うん、オッケーオッケー。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、めちゃくちゃ時間かかったんやけど、とりあえず最低限ので完成はした。あー、よかった。なんか永遠に終わらん気がする、いつも。サンクスギビングで。